気分気分か、ちょっと難しいな。あ、うふって言って、どんな感じでしたか。動きをしたりするじゃないどんな感じでしたか。なんか、ああいう普通のダンスもあるし、ダンスもあるし、まあ、そういうのってちょっと不思議じゃないですか。実際その体を動かすことはそんなにを仕事上、まあ運動散歩ぐらいで、じゃあ仕事やっててそういう動きをするやったりしませんから、新鮮には感じましたけど、元来そういうこう、みんなの前のそこに出てってこう体を動かすことが苦手なので、ちょっとその分その抵抗はありますね。はい、経験でもいいですね。集積してるとある時にひゅってできちゃう。
これはダメ、これはダメ。それは算数とかさ、国語とか、国語漢字のことね、漢字は点がおかしいんですよとかあるかもしれないけど、それ以外の日本語に関してね、例えば私とこれ、この人作者どう思いましたとか、あんな国語だなと思うね。あるよね。いいじゃないですか、ね。違うから。いや、私こう思うもんみたいな。でね、それなんですよ。それね、今ね、それぞれの初め知らないお母さんたち、知らないでこう子供に絵を描かせて、こんなんでいいのかなみたいなね。そういう、もう、まあ、今日はあんまりいらっしゃらないけど、まあ、昔はね、みーちゃんだって4歳とか小さかったわけですね。それで、ね、帰って、え、これいいのって、今度フレームに、ちゃんとフレームに入れてくださいね。もう第1枚から私は額に入れましょうって、皆さんに言って、飾ってくださいって、もうこれ、もう1回しか、さっきの1回の話、1回しか描けない絵だから、もう大事にしてください。お伝えし、そして今度こういう展覧会を1年に1回やらなきゃならないもんですけど、これもしたいな、学校はやらなきゃいけないことなんです。で、やる。で、みんな並べる。あんなに下手だと思ったけど、本当はいいのかって、そこで気がつくんですよね。どれが合ってるってないんですよ。ね。うん。それは、例えば、もうちょっと前よりここのとこ、ここにしたらよかったなとか、映像をね。アイス、冬なんか売ってないんですよ。
そしてね、1週間とか10日とか我慢させるってことが大事だってね、妻の先生がおっしゃる。そしたらこう、ほら、いつだよって、ね、今のごめんの冷蔵庫さん、食べていい、まあ、よし、なんて言って、もう毎日のようにそういう感じですよね。だから、まあ、食べ物でするという話じゃないけど、なんか子供の楽しみをもっと美しく説明すればいいんじゃないですか。ここができなくてダメでね、じゃなくて、ここ、あと30回やったらうまくなるんじゃない？言うでしょ、私が。子供はやるんですよね。私が言うとやるんで、お母さんが言ってませんやらないんだよね。私がやると、どうして私が言うとやってくれるでしょ、まあ、思わない。で私30回やる。30回の番組で、もう5分もかかるのに30回やるって、何分かかるんですかしら、だってね。ね、そう。でもね、それがね、あのところがね、できちゃうんですよね、私が言うとね。嫌じゃなくなるんだよね。だから、多分ね、魔法の出し方がお母さんたちにちょっと落ちるかな。ちょっと、もうちょっと魔法の言い方を、はい、ご褒美じゃなくて、ね、ご褒美って意味じゃなくて、これができるようになって楽しいじゃないとかね、うん。だから、そのために今ね、日誌っていうのを書かせてるね、私ね。で、日誌ってちょっとおかしいかもしれないけど。そしたら、一日一回お母さんに聞かせてあげてっていう感じね。だから、聞きなさいじゃなくて、あ、今日は どんな感じ？じゃあ今からコンサートの始まりですとかって言って、まあ、エプロンかけたままでもちょっと座って、子供の演奏を一回でも聞くといいなって。私は昔の親はそういう余裕がなかったけど、今はあるじゃない、食器洗いだってあるし、じゃあなんか違うとかに洗濯機もあるし、うん、私はこの時代知ってますからね、この時代。
書いたのを水に行くと、お水の結晶がすごくよくて、何忘れちゃった急に。今世界的に有名でその人も日本人ですからね。だからいつも話す言葉も子供に対していい言葉を使う。ネガティブじゃなくていい言葉。ああ、高井さん、すごくこれがよく良かったね。もうちょっとあとさっきのね、30回やるともっとすごくなるね。みたいな。これはダメだよなんて言うんじゃなくても、ポジティブに言う。から、美味しいねっていう。もうやっぱなんか美味しくなるじゃないですか。そのお食事の違う。家でもっとね、魔法かけることいっぱいできると思うの。普段のプレスマークとしたり、お箸置きを折り紙で折ってみたり、また何か石拾ってきて、で、買うばっかりじゃなくて、自分で工夫したりして、うん、でお茶もね、美味しく入れるっていう気持ち、今ね、なんか家でもペットボトルのお茶しか飲むことない人が世の中にいっぱいいるみたいですけど、まあ、早死にしたかったらそういうのもいいかもしれない。やっぱりそれはエレガントじゃないですよね。でゴミも出るし、普通にやってたらゴミも出ないしね。まあ、ごめんなさい、それが主体が教育の基本、生き方、アントロポスフィーの生き方だと思ってます。何か質問ありますか？質問からお答えいたしますか？何でもいいです。大人でもいいし、子供さんでも。何かありますか？私はいつもどっぷりしちゃってるので、当たり前だと思ってることもいっぱいあるけど、何かありますかね。なんでどうするもう一人じゃあヒント私言いましょうか。昨日オイル研ぎっていう動きの現実を見てもらいました。それは実際にはオイル研ぎもいろいろな、さっき言った直すためのオイル研ぎとか、教育オイル研ぎとか、ステージオイル研ぎとか、いろいろありますよね。でもそのオイル研ぎも、この絵も、他の子の、まあ、私たちが作ったんじゃないけど、先生が作ってくださった彫刻も、先生が作ってくれた、その、ね、陶器も、みんな同じ、なんて言ったら、同じ地球上にあって、もうすごく、ものすごい共通性があるんですよ。例えば折り紙なんか、私よく皆さんに言うのは、書道、白い紙が空間です、ね、そして墨があなた、墨があなた、ね、まあこういうだったら絵の具があなたです。で筆はあなたが歩く道ですね。ね、すごく折り紙とその書道ってのはものすごく密接で、こんな面白い芸術ないなと思う。でただ書道は紙の上で見えますよね。でオイルトミットは消えちゃうでしょ。大きな彫刻って私たち言いますけど、全部共通ですよね。全部で、そのなんで芸術が大事かっていうのはそこにあると思う。そこにあると思う。毎日どうやって所作をどういうふうに、お茶のお手前がそうじゃないですか。こんな私子供の時お茶とかやってたんですよ。なんでこの副作やってこんなに面倒くさいなって思ってたんです。そうではなくて、今それはとても意味めんどくさいけど、めんどくさいっていうか、その所作っていうのは大事なんだなって今わかりますよね。で大人になると、ほら初めはお味噌汁すり切れ、お味噌が1個とかやってても、なんか適当にできるじゃないですか。今日何人だなとかさ、家の人今日いないから2人分だなとか、適当にやるとできるじゃないですか。それですよ皆さん。だから毎日のことが大事。毎日そうなの、教師がね、教師が芸術家ではなくてはならないっていう、そういう掟が、掟っていうか、すごい厳しさなの、ね。そうですね、だから先生は、いろんなことをしなきゃいけないし、これとなる。いや、まだできないこといっぱいあるんですけど、その粘土っていうかね、あそこにちょっとオイルトミーの王っていうのを、オイルトミー来たあれで作りましたけど、私がゲイティアルムで行ったときに、彫刻の授業は粘土で頭蓋骨を作らされるんですね。でその時にダイナミックですよ。一人一個本物の貸してくれる。
冷たい硬いもうずっとこうやってもう先生は宇宙的に作りなさいって何だろうかなとかもうそういう感じ、ね、で半年間その頭蓋骨を動かしてくれて作りましたけど、まあ、私一本一本歯も全部つけてもうすごいすごいすごい でもねそれすごいの半年もかかってそれを作ったことでこうやって見ると分かるんですよねでもみんなの頭蓋骨がどういう形かなとかでその時に通学のなんて電車っていうかあのトラムの中でねあの人はあそこが何層ってそっちが何層ってでもそういうね医学のお医者さんはそれをやるべきだと思うもっと日本はあんまりないかもしれないですよね、うん、それはヨーロッパに根付いてるっていうかレオナルド・ダ・ヴィンチはそのようにそうだ解剖学をのように、うん、会話を使われていましたし彼は作曲をしなかったけれども、音楽の指示はいっぱいしてて。